ゆばりクラブご覧の皆様こんにちは、武田邦彦です。日本を不幸にしている一つの原因が現在の NHK なんですね。で、それはネットの方に切り替えてやったらいいと、まあ、いうことを昨日提案しましたが、もう NHK がどうにもならないんだっていうことの例としてですね、3.11 の時の後の、福島第一原発の爆発事故の後の NHK の放送がどんな風に金縛りになってて、 NHK としてはもうどうにもなんないということがあったってことを2つぐらい紹介したいんです。そのうちの1つですね、NHK はですね、あの事故が起こった日ですね、非常に正確に報道してました。あれ4時頃、あ、午後の3時頃ですかね、爆発が起きまして、それで NHK はそれからもうぶっ続けて、総合チャンネルを、福島第一放送の状況に、徹してましたね。で、ここの画面に出てる東大の先生ですけども、まあ、この人を出してですね、きちっとした解説を行っておりました。で、確か私これ全部、実はビデオに撮ってるんで、何かの時に強力な証拠になるんですけども、この時にずっとビデオを撮ってましたからね。まあ、第一号機かなんかが爆発しましてね、白い煙がカメラに映って、そして放射線が撒き散らされるわけですよ。その時にアナウンサーがですね、1年分の許容被曝量を1時間で浴びる線量が、発電所境界だったと思うんですが、まあこれはもう正確に私ビデオ持ってるんで、もし NHK がそんなことを放送してないったらいつでも示しますけどね、浴びる線量だと、まあ、いうふうに報道しました。事故直後ですからね、1年分の許容被曝量を1時間で浴びる線量。まあ、表現はこういう表現でしたが、まあ大体1年というのは8000時間ですからね。ですから大体許容量の8000倍の、線量だったと。これが発電所の境界ですね。ですから普通の人がそこ行ったらそれだけ浴びるということですね。許容被曝量ともちゃんと書いてあるんです。これが1年1ミリシーベルトですね。非常に正確にきちっとやってたんですよ。それからしばらく経つとこういう表現全くなくなりまして。そのうち1年1ミリシーベルトっていう被曝量が決まってるとも放送しない。全部嘘の放送に変わりました。で、これはどうしてかってことですね。6時のニュースには確かもう放送しませんでした。だから午後の4時半頃のこの中継放送から午後の6時のニュースに至るまでに NHK の中でどういう議論が行われたかっていうことですね。これは別に NHK の責任じゃありませんよ。まあいろいろなこと考えたんでしょう。1年分の許容被曝量を1時間で浴びる線量だ。つまり8000倍だと、約ね。そういうことを言ったら、もう国民が動揺しちゃうと思ってやめたとか、今になったら言えますよ。もう事故が終わってから、10年も経ってるわけですから。やっぱり僕はね、その仕事ってのはそうあるべきだと思うんですよ。我々だって学者だって間違いはあるんです。間違いがあったら、あの計算間違ってたとかね。あの観測値はもう一回実験したらなかなか再現性がなかったとか、やっぱり言わなきゃダメなんですよ。失敗しましたと、そこは失敗しましたと。ね。それがやっぱり誠意っていうもんですよ。人間に失敗がないなんてことはないんですよ。だからこの時に、まあ考えられる理由としてはね、時の政権を握ってた、民主党から強い圧力がかかって隠せと言われたから隠した。これは憲法の表現の自由の違反ですし、まあ、NHK としては、まあ、とりあえず隠すにしても、後になって民主党を訴えなきゃいけませんね。官房長官とか、ぐらいに訴えなきゃいけません。もしくは東京電力。まあ、東京電力が、ああいう表現はやめてくれと。これからもう、コマーシャル出さないぞったって NHK コマーシャル関係ないですけどね。議員を通じて NHK の歳費の削減をするぞと、まあ、言ったんなら、それは、それでまた訴訟すればいい。NHK の内部で、まあ、NHK の信頼性を高めるために、やっぱりごまかせと言ったとしたら、その人をちゃんと、その人だって自分が正しいと思って言ってるんですから、別に正しいことを、国民に言っちゃいけないなんてことありませんからね。人間は常に正しいことをして、正しいことをいつもその通り言うっていうのが人間っていうもんですからね。ですから、それをするか。どれかをやっぱりやるべきだと思うんですね、私は。私はね、人は間違ったり、いろんなことが起こりますよ。それを社会があんまり厳しく追求しちゃいけないわけですね。だけど一応逆に言えば、あまり厳しく追求しない代わりにですね、本人がやっぱちゃんと釈明するという必要がありますね。
ただ私がこれをですね、昨日 NHK がこういうふうに新しくネット関係に来たらいいと。昔、日本の子供たちがね、NHK のラジオ放送にかじりついてた。その時の NHK の価値っていうのは素晴らしかった。それを今にやるんだったら、やっぱりネット放送で、NHK ばかりじゃなくて、我々一国民のものを YouTube のように常にできると。しかし NHK のニュースもそこに混ざってる。まあみんながその価値に応じて見ると。いうシステムに切り替えたら、すごくみんなが感謝しますよと。感謝する仕事をするのがいいんだってお話しました。それでこの NHK を持ち上げたような形になってるんですが、その次の日にこれを出してなんだっていうかもしれないですけども、私はこれはね、NHK の人はね、感謝して聞いてほしいと思うんですよ。やっぱ人間とはね、ズルをしてて長続きしませんよ。絶対です。人間に正直とか、恩を感じるとか、誠実であるっていうことは、本当に宝なんですよね。だけど人間は、性質上ですね、時々宝を忘れてしまうんですよ。だから、良薬は口に逃がしかな。つまり、人間っていうのは、ちょっと欠陥がある。だからこの場合もですね、NHK はビビったかもしれないんですよ。例えばね、もうこれだけ国民の放送として定着して受信料もらってんのに、法律通り言っていいのか？いや、法律通り言っていいですよ。だけども、まあ、あれは非常にひどいことでしたからね。ですからまあ、それに対しては報道を控えろという声もあったでしょう。まあ、民主党の官房長官がね、官房長官で大臣ですよ。大臣が、被爆は直ちに健康に影響はない。これ完全な法律違反です。発言の趣旨としてはね、弁護士の人ですけど。いや、法律の、まあ、弁護士は300代言を言うんだから、このくらい言うんだっていうのは悪い弁護士であって、いい弁護士は法律の趣旨を守る。放射線障害の防護に関する法律っていうのは、国民を放射線の障害から守るために存在する法律なんですよ。だから、直ちに影響はないけれども、被爆したらいけないんですと。やっぱ言わなきゃいけないんですよ。被爆は直ちに健康に影響がないっていうのは、精神的には法律違反です。完全にね。だって、直ちに影響なかったら別に法律決めなきゃいいんだから。だから、ああいうこのごまかしを言う弁護士っていうのがね、その後も野党第一党の党首にいたっていうことがね、まあ日本の放送界っていうのは、放送界っていうのは、法律の方に、総と書く放送界、司法の方ですけどね、裁判の方です。いや、随分、倫理観が劣ったなと思うんですね。職業、自分という人、自分の職業、それに対する誠実性というのが本当に失われてしまったと思うんですね。ただ NHK はもしかしたら、僕はこの放送の収支はですね、その1年に許容被曝量の1時間で浴びる線量だったって言って、それをすぐやめちゃったんですね。まあ1時間半で放送をやめちゃった。この経過は、NHK というものが国民の受信料に支えられているっていう点から言ってですね、国民の財産です、NHK はね。NHK の人の財産ではありません。その点ではですね、私はもう10年経って、ちょうど12年ですかね、11年ですか、経ちましたんでね。私は今年の3月11日を機に、私は NHK が自ら、実はこの時には政府に圧力を受けたとか、脅されたとか、ヤクザに脅されたとか、なんかそういうことを言ってですね、ちゃんと、NHK を支えてるのは国民ですから、やっぱ国民に対して、やむを得なかったんだ。許してくださいと。まあ、許してくださいという内容なのかどうかも私わかりませんけどね。まあ、例えば政府の圧力に屈したんなら、許してくださいという放送をするとね、僕は再生 NHK として、多くの人の支持を与え、日本人の心情に合ってるんでね、金銭に触れますから、とても NHK としては、いい放送局として今後認められると思います。それをぜひ勇気を持って、いや、人間というのは誠実になるのに勇気いりませんよ、本当は。恩を感じて、これも勇気いりません。やってもらいたいと思います。